ンタム級加藤優吾 VS 昌磨。バンタム級55キログラム契約3分3ラウンドの一戦です。赤加藤優吾、そして青が昌磨です。第1ラウンドがスタートをしました。まあ、髪の毛を金髪に染めている方が加藤優吾、そして昌磨はサウスポースタイルで入っています。まあ、いわゆる喧嘩四つと言われる、両者の対戦ということになりました。まあ、加藤選手、この試合はどんなところを興味持ってご覧になりますか？そうですね、加藤選手はライズは初めてですね。でまあ、その20勝のうち 10KO ということで、はい、KO 率すごい高いんで、その辺ちょっと注目したいなと思いますね。まあ、かなり激闘型というそういったスタイルの選手です。はい、前に詰めていきます。まあ、一方の昌磨ですけども、カウンター結構得意な選手なんで、この入っていったところは狙うかもしれません。まあ、非常に中村さん、緊張感がある入りになってますね。はい、そうですね、お互い、ほんまこの距離感、ちょっとどっちがものにするんかなという感じですね。うん、まあ、中央を取っている方が加藤優吾。まあ、基本的にはこうやってプレッシャーをかけていくスタイルなのかなというそういったイメージです。まあ、今回ライズ初参戦ですけれども、まあ、大崎浩輝選手でやっていますので、まあ、あの力としては当然間違いなくあるんだなというのはよくわかる選手です。ボディから上、ただゆきさん、非常に積極的に加藤選手が、まあ、中央を取って攻めていますね。いい圧力をかけていますね。はい、結構こう体つき見ても、あの非常に、細いんですけども、はい、骨が結構強そうだなという印象があります。うん、なのでローキックにしても、さっきも硬そうなローキックを打ってたので、はい、その辺をコツコツ、あのインローですね、うん、はい、効いてくるんじゃないかなっていうところなんですけども、はい、この昌磨選手は左ストレートがすごい、あの思い切りがいいんですよね。なので結構こうカウンターでゾンと入ったら怖いかなっていうところあります。まあ、ですからおそらくですけども、加藤選手が入ってくる刹那というのは、ゆうきさん、ちょっとポイントですよね。そうですね、ここの早いタイミングですね。いや、非常にやっぱりこの辺りは面白い入り方をする、そして迎撃をする昌磨という入りになっています。左すごい大事ですね、このオーソサウスポーは。いわゆる喧嘩打つってやつですけれども、はい、特に両者どんなところにこう気をつけたらいいですか、立ち位置というところでは。こういうとこ、はい、まあちょっと遠いですよね、ね、ここ足っていう意味ではね。はいはい、まあ、でもなんか昌磨選手は下がってるっていうよりか、なんかこう見てる、見てこう来たところバーンって合わせる感じなんで、はい、うん、なんか安易にこうまっすぐ入りすぎないようにしたいですけどね。うん、ちょっとバッティングありました、右の側頭部抑えています。やっぱりまっすぐ入っちゃうと餌食になる可能性が高い。そうですね、はい、うん、なんかサイド振りながらとか、はい、いろいろ入り方考えながらの方がいいですね。まあ、この左のストレートを今打ちましたけれども、この辺の軌道なんかは中村さん、いかがですか？そうですね、はい、まだなんかそんなに、うん、はっきり特徴は出てないんでちょっとわからないですけど、左のあの昌磨選手の左ストレートは多分画面で見るよりも思ったより絞れてる、打ってるんちゃうかなと思いますね。だから思ったより相手からしたら距離近く感じる、一瞬で飛んでくるパンチなんちゃうかなと思います。じゃあちょっとよりなんか狙われてる感じを受ける、そんなイメージですかね。っていうよりか、多分打ち始めてから当たるまで早いですよ。ああ、なるほど、そういう意味ですね、絞れてるっていうのは。はい、でも結構今見てて、加藤選手すごい左ストレートの対策ができてるなっていう印象がありましたね。全部結構もらってなかったので、はい、当たる瞬間に結構避けたりしてたんで、うん、まあ、そういう意味でもちょっとバッティングが合っちゃったのかなっていう感じですが、はい、まあ、その辺で結構対策ができてるんじゃないかなと、そこをどう崩していくのか楽しみですね。うん、まあ、今、お話が、ゆきさんからもありましたけれども、まあ、顔を見る限りでは加藤選手、綺麗な顔をしてましたもんね。そうですね、はい、まあ、ですから入り方が一つポイントで、そこに対して、まあ、狙っているところを、受けないようにするというのは加藤の狙い、まあ、それはしっかりとできていました。第2ラウンドがスタートしています。中央取って、やっぱりここも加藤が詰めていこうというところです。迎撃しようという相馬をボディ打っていきます。
少しテンポが変わりましたね、お互いに結構速くなりましたね、はい、まあ、ちょっと動かそうという感じが、おお、左フック、さあいよいよ打ち合いの展開に加藤が持っていこうとしてますが、はい、加藤選手位置取りいいですね、ちょっと分かりにくいマニアックな感じになるかもしれない、あ、いえいえ、どうぞ、角に押し寄せるというか、はい、しっかり詰め切るテクニックがあるんですけど、はい、結構相手サウスポーでも左警戒しながらそれできてるんで、はい、前出やすいんちゃうかなとは思います、ね、まあ、今もちょっとコーナーにこう、ね、詰め寄るよう感じてますよね、入り方があの工夫があるっていう中村さん、そういうことなんですね、あ、そうですね、位置取りというか、はい、ここだったら今ちょっと右に寄ると、回りにくかったりとか、あ、なるほど、そういうのがあるんですよ、うん、あの相手の外回りを消すってことですね、そうです、相手が回ろうとしてる方向に、ちょっとだけ傾きながら入ってるんで、翔馬選手からしたら多分回りにくいんちゃうかなっていう、圧力かけられてるとき逃げにくいっていう感じですよね、うん、なるほど、この辺りゆうきさんいかがですか、そうですね、もう中野選手の素晴らしい解説の通り、はいはい、位置取りがすごい上手いですね、なのでちょっと翔馬選手こう出しにくくなってますね、うん、はい、せっかくいいストレート持ってるのにそれ全然当たってないですもんね、はいはい、なるほど、これはもう加藤のその圧によってちょっと今翔馬がやりづらい状況が生まれちゃってるということなんですね、そうですね、でも加藤選手はそれできてるからこそしっかりこう勝負でポイント取り切りたいですよね、うん、このラウンド、あ、確かにまだこう激しい有効だというところは富澤一つ出していきました、いいですね、ああいうなんかたまに出すのとかも、うん、パンチだけじゃなくて、まあ、やっぱりカズレさん、あの混ぜるのは大事ですか、ね、混ぜるのは大事だと思います、わー、さあここも効いた、結構効いたんじゃないですか、ボディちょっと打ち込みました、いい、ね、さあ効いていますか、ボディ効きましたね、勝負、アイドリック加藤当てました、翔馬選手は最初の方ちょっとインローを振ったりしてたんで、蹴り散らして回ったりしたですよね、はい、このまま固まってしまうと印象悪いですよ、ちょっとコーナーに詰まって、あ、右当てます、ストレート見切ってますね、当たらないですもんね、当たらないですね、はい、翔馬の左のストレート今日はなかなかしっかりとクリーンヒットはしません、そして前蹴り、まあ、この辺りは加藤さすがだなという展開になっています、まあ、ディープキックの 55kg 級の現役のチャンピオンを相手にしてここまでしっかりと自分の戦いを貫き通しています、第2ラウンド終了しました、2ラウンドの印象、風さんはいかがでしょうか、いや、これは加藤選手うまいこと距離潰して潰して、あの、まあ、さっきもお二人おっしゃってましたけど、あの潰して、翔馬選手に逃げさせないように、で、まあ、なおかつ自分のパンチを当てているんで、まあ、加藤選手結構ポイント取れてるんじゃないかなと思いますね、うん、雑そうに見えて意外とちゃんと上下振ってるし、はい、うん、めちゃめちゃいいんじゃないですかね、このラウンドは、まあ、激闘型っていう風なご紹介したんですけれども、はい、やっぱりしっかりとした、狙いだったり技術がその中にあるわけですね、めちゃめちゃテクニックあると思いますよ、うん、はい、さあ、まあ、ここまではしっかりと、試合を作っているという加藤優吾です、まあ、ご紹介した通りここまでプロのキャリア25戦ありますので、まあ、22歳ではありますけれども十分な実績を積んでいる選手です、さあ翔馬としてはこの流れどう変えるかというところ、やっぱ翔馬選手は立ち位置ですね、セオリー通り、はいはい、右に回る、右を取っていく、はい、でストレートを確実に当てていくと、はいはい、まあ、ちょっと立ち位置では加藤選手がその出口を塞いでるような、ね、そうですね、ここもやっぱり、はい、立ち位置がいいですね、加藤選手の、はいはい、まあ、よりそれで外を取っていくためにはどういった形でこれ結城さんやっていけばいいんでしょう、翔馬選手は、あ、でもちょっと待ってくださいね、オーソドックスに変えました、あ、そうですね、スイッチしました、はい、やっぱりやりにくさというところで、もうここはオーソドックスでいこうという、はい、うん、翔馬の方は変えました、そう考えるともうガンガン行った方がいいですね、うん、一度ペースをガンガン行った方がいいです、はい、まあ、ここもしっかりと顔面捉えていきました、ボディへ、で結構ボディの蓄積がもしかしたら中村さんあるんじゃないかなっていうふうに予想してるんですが、そのあたりいかがでしょうかね、いや、ボディは多分どうなんですかね、そうでもない聞かされることがないんでちょっとわからないんですけど、あ、中村さんはわからないですね、長引くって言いますよね、その、ずっとこれ人によってもタイプ違うって言いますもんね、まあ、でも見てる感じ、翔馬選手は結構意識は下に結構あるんじゃないですかね、2ラウンド目とか見てても、あ、そうですか、意識はいってる感じがしますね、はい、やっぱりちょっと気になるところがあるんです ね、 そうですね、はい、お一人
まあ、1回、オーソに戻しましたけどまたサウスポーに戻しています。翔馬、まあ、この辺ちょっといろいろ工夫しながら風さんやってるんでしょうね本人ね。そうですね、まあ、でもずっと加藤選手の、ペースかなっていうのは今思いますけどね、はい、全部加藤選手が攻撃してますし、ね、うん、まあ、手数多いし、さあここから思い切って振っていきます。ちょっとこの流れだと翔馬一発大きいの当てないとというふうな気持ちにはなりますが、そうです、ね、もう少し、ね、下に打った方がいいですね。やっぱりパンチだけに行き過ぎですね、インロー、はい、ミドル、振ってもらいたいですね。ちょっとキック自体が少ないですもんね。ちょっと少ないですね、はい、ボディまあ、ちょっと殴り合いに応じるあまりちょっと殴る方に意識がいってしまっているのか。翔馬ミドル打ちました。サウスポーの良さがちょっと消えてる感じはすごいありますけどね、はい、まあ、序盤から本当にこう加藤優吾は立ち位置うまく取ってそしてこうやって詰めていくという、あ下から上、あ来た顔が上に来ました。さあまとめる連打どうだ、何もできないと止まる可能性もあるか。あでも返してますね。ですね、いいですね、気持ちを出しています翔馬。お互いクリーンヒットは今ないですね、なんか印象は完全に加藤選手が当ててるし、はい、感じですけど、これで倒れそうになってるみたいなのは今のところないですね、うん、ボディ翔馬も打ちました。富澤そして右へ繋げていきます。残り10秒、さあ翔馬行ききれるかどうか、このままだと加藤優勢か。さらに右当てました。ナイスファイトですね、まあ、序盤からこの加藤優吾が試合を作りましたけれども、中村さん試合全体通してはどんな印象だったでしょうか。いや加藤選手がもうシンプルにうまかったですね、うん、うまいというかあの詰め方もうまいし、はい、印象をつけるのもしっかり勝負出るところもあってたんちゃうかなとは思います。まあ、完全に良さを消してたなっていう試合ですね。ですよね、まあ、本来的には少しこう横に動きながら左ストレート当てるタイミングを図ろうとしているのかなというふうに思ったんですが、なかなか中村さん翔馬選手それさせてもらえませんでしたもんね。そうですね、なんかそれ以外の対策が何個かあれば、うん、もっと良かったのかなっていうのは思いますけど、はい、ジャッジ和田29対28、赤加藤ジャッジ岡川30対28、赤加藤ジャッジ板田さん38対28、赤加藤、以上3対0の判定をもちまして勝者加藤優吾、3対0の判定勝利。ただ、そんなにこう喜びをあらわにするという感じではありません。加藤優吾勝ちました。加藤選手には岩本選手のまあ、ただまずこのライズの、まあ、初参戦という形になりましたけれども、そこでしっかりと結果を出しました加藤優吾です。まあ、改めて加藤選手、どんなところが印象に残ったかというところを、ゆきさんに伺いたいと思いますけれども、いかがでしたでしょうか。やっぱり最初の印象の通り、すごい体が強くて、でやっぱり対策もしっかりとできてましたので、はい、まあ、なんだろう、3ラウンドしっかり全部自分のやりたいことをできたんじゃないかなっていう印象はありましたけども、はい、もう一歩その大きなドンというそのクリーンヒットが、うん、これから欲しいなと、武器が欲しいなっていう印象はありました。まあ、本人のこの表情はもしかすると倒しきれなかったところへもあるのかもしれませんね。そういうところあると思います。はい、加藤優吾は翔馬を判定3対0で下しております。